さあ、というわけで、まあ、切り替えて続く試合は、ミーミー VS ハイタニということで、かなり僕がハイタニさんと対戦させてもらって、僕がアスカ使ってたんですけど、やっぱりその個々の技対策とかがすごいいいですよね、ハイタニさんが。攻め攻めの。見せてくれなんですけど。タツヤ頑張って。頼みます。ハイタニ先生。お願いします。相手がすいません、わからんわ。すいません、ハイタニ先生お願いします。大丈夫、こいつはやる男やから。ゲームカウントが先生、男子1の女子2になってるんで、ここでミーミーがハイタニさんを倒したら、この時点で女子側の勝ちが確定。そうね。うわ、マジで。さすが、はい、うわ、えらっ。ね、これね、さすが小倉さんやってたんですよ、僕。マジえらいっすね。すがすぎる。今のまぐれじゃないっす、狙ってるっす、当て身返し。ああ、そうか、パタパタ準備一応しやすいんか。しやすいんだけど、はい、いや、俺もペコスもドン引きしてましたね。はっさすがにやばい。はい、それやばないっつって。ライン越えの当て身返し。ライン越え、うまさがラインを越えてる。おい、なるを4000に越えたぞ、お前。おべべが、おべべ。いや、しかし、ハイタニさん頼む。現状、ミーミの、いやー、攻めがえぐい。ここから、さあ、しろ、大丈夫、大丈夫。ええ、正門、崩しの下段のハイタニさんよ。はい、はい、はい。ドライブ行って、膝。はい、ちゃんと、5勝半。うわ、しかし確定。ダイエル。うわー、さあ、かげく。うわー、待って待って、しかも、かげく中で。ミーミー、それじゃなくてもいいのに反撃が最大です。最大でしたね。最大反撃。天魔降伏すげえ。このステージは、どちらかがマッチポイントを迎えると無限ステージになる。壁際で壁際でラウンド取れなかったハイタニ痛いですね。壁が強いですもんね、やっぱハイタニ、うん、ハイタニじゃないや、平八混ざるんだよな。ハイタニだか平八だかも分かんなかった。興奮してる。強い。いやー、ミニさん強いな。すげえ、マジ強え。これランチやってるとかない。いや、ない、かなりミニさんっぽい動きが。っていうか、マジ申し訳ないですけど、多分ぼ、はい、僕ランチのアスカとやったことあるんですけど、ミーミーのが強いですね。あ、マジっすか。なるほどね。やっぱそうなるのか。いや、全然その本当にもうトッププレイヤーなんで、ミーミーの強さは。はいはいはい、そうですよ、ね、それは。大丈夫、ハイタニ、ハイタニさんですから。ハイタニさんだから。ただ一応1試合目はそのハイタニさんが練習してきたことがたくさん出たわけではないので、うん、あんまりその、ま、出し切った上で負けてるわけじゃないって感じはしますね。あ、なるほどですね。逆にミーミーはもうフルスロットルでこの動きができればっていう。ここからスロットルかかればって感じですね。エンジンかかれば。本当ミーミーはすごいですね。マックス出てますね、これ今。いや、マジで、うん、ハイハチの平太に頑張れ。ハイハチの平太。ハイハチ平太に。ハイハチの平太に頑張れ。平太に。何が何だかって。おー、買ってくれ、頼むお願いします。ハイタニ先生、ハイタニ先生。何卒ラジトゾー。壁あり、壁あり。耳が勝っちゃう。あー、またか。あー、壁ありですね、これは。あ、そうか、これありの方ですか。無限になんない方ずっとあり方ですね。似てるステージ、うん、これね、もう勝っちゃうとミーミーさんの今日のあのアルコール摂取量がちょっと心配になっちゃうんで、ぜひともハイタニさんには勝っていただきたい。確かに肝臓一気に締める。肝臓置いたわる、肝臓。さあ、2試合目。うわ、ゲタンのガード率が、から、しかも反撃が完璧っすね。高い、しっかり。ミーミーってゲタンの反応がすごいいいタイプではないんですよ。だから読み切ってる感じですね、あれは。なるほど、なるほど。奈落から奈落に、おお、ちゃんと奈落にに返してくる。しかもシャガパン返してから2択サシロでしっかり返すっていう。サシロで、はい、でしょ。ドライブ早め、はい、あるある。あ、風神が出なかった。うわー、それきたー。風神金が出ませんでした。惜しい。ハイタニを持ってきた。あー、地上パンチ。うわー、地球パンチ。パンチ。もうミーミーの精度が高すぎてミスを許してくれないっす。いや、間違い、あそこちゃんと鬼殺し。ミスった瞬間終わる。えげつね、この人。強い。マジで強い。女のヤバステじゃねえだろ、これ。やばいんだけど。
マジかよ。強すぎる。強すぎるんだけどマジ。大丈夫か。アクハもいて。ハイキックから。オッケー。すごいぞ。カウンター人。クー。それは違うんだ。ガードハイキックから。いけ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 。取っかかりが難しい。難しいですね。うん。自陣行って。来たり戻ったり。いいぞ。はい。ガードが硬い。もしもし。うまい。スカシ確定無双鉄。非常にうまい。でも入ったにらしい雰囲気になってきた。うわあマジかよ。うめえ。うま。うわあ。素晴らしい。あえらい。ほっ。うおお。アパーホティック。きたあ。すが。いいよ。だいぶ空気変わってきてるよ。空気変わってきてるよ。いや全然ハイタニさんらしい雰囲気になってますね。うん、どっしりしてる。え、アスカハイキック11っすか。11。強っ。あれ11らしいっす。11はやばいな、アスカ。でも止めてる。強いんすよ。お、いいよ。何位陣形いく。壊せ壊せ壊せ。しかし。たっ。ラインを上げるのはハイタニ。真実。うわあ。潜ってる。からの。ああ。あ、めいった。ワンチャン。痛く。くぅー、2発目が待っていた。くぅー、強い。いやー、すえー、強い。すえー、向こう、灰谷さんのミスを許してくれないくせに自分にはミスがない確かにそうなんですよ。メイさんマジでミスないな。マジでないっすね。いや、スカ角うますぎなんだけど、マジで。そうなんですよね。鉄拳女子、ね、マジでスカシ確定の精度が半端じゃないっすね。いや、そう。え、本当にその、別にね、発生の早い右アッパーとかアッケーでいいのに、鬼殺し、しっかり、最大ダメージで、遅い鬼殺しを毎回入れてるんですよね。すげえ。レディ、あれっすよね、女性プレイヤー、マジでスカ角早くて上手い人多いっすよね。なんなんですかね、あれ。ね、なんか、女性プレイヤー、スカ角やったら上手いんですよね、本当に。やたらうまい。多分男は結構なんか小手先のファジーとかそういうので結構勝負してるけど、はいはいはい、なんかシンプルな人強感で勝ってますよね。いや、女の人の方が鉄拳っていうゲームに合ってんのかな。そぐったプレイしてる感はある、確かに。あ、よく言うのが、その女テケナーはスカ角がめちゃくちゃ早いけど壁把握が苦手とか、なんか脳の構造上の話で空間認識能力は男性の方が、はい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 、なんかいますね。でも今壁把握完璧だったじゃないですか。しっかりしますよね。それはね、もうこの人15年やってるんで。すげえわ、すげえわ。13年ぐらいかやってるんで。そりゃ強えよ。ドグラは歯茎スカ角ってやかましいわ。こんなクソコメント拾ってしまうと思わなかった。一番大事なシーンだな。一番このイベントでコメントするやん。ハイタニー、ハイタニーだね。ハイタニー、トップゲーマー追い込まれましたね。お願いします。先生。ハイタニー対ミーミー0-2。ここでミーミーが勝てば鉄拳女子の勝利が確定。ミーミーから。やすか取りたい。奈落。あ、岩との踏み込みが深い飛び蹴りですね。なるほど。いい置き蹴り。おいね。風神拳、パスはあるが、岩戸が深いな。そうですね、確かに。確かに。深めに出してきますね。なんかもうジャンステチューランとして使ってるな。ね、なんかそんな感じの打ち方。結構沖でなんかやってる感じ多いのに、大体の人。これは難しいか、壁込んできますか。完璧でございます。来たー、はい、はい。ああ。来た来た来た。もう壁が近い位置で浮かせたんで、レシピが難しかったんですけど、アドリブが来て。うわ、来た。勇者蹴りの確定反撃、完璧なんですよ、ハイタニさん。暴走結界、暴走結界。しかし、それで体力リードは下段から高いやつ。これ減るんだよね。うわ、読んでいるのか。高い。あ、大丈夫。いや、減りすぎだ。いや、見せてる、見せてる。くー、うわー、攻めで KO。 右かかとガードさせまくれ。素晴らしい。確かや、アスカ側や、はいはい、いやー、奈落。下段のガード率が高い。マジか。下段がマジ、ね、結構通っちゃう。いや、マジ。うわ、中段。中段持ってきたいな。素晴らしい。あ、いいよいいよ。強いんだけど。いいよ。え、うわー。コンボうめぇ。最大一平。さあ、これで。鉄拳女子のリーチです。ハイタニが。ハイタニ先生。大丈夫。ハイタニ先生。ブーニかな。粘って粘って。ローキック。
いやー、龍射タルト。くーってたそれ。龍射行きません。どんどんで。どうだ。有利から。うわー、出たそれ。いった、泡でバキ。はい。おじ。はい。いや、嫌がった耳。うわー、後がない。後がない、ハイタニ。うわー。うわー、もう来たー。はい。あ、ミスか。うわー、前出しができなかった。難しいぞ。うわー、うわー、いやー、マジで強すぎる。すげー。しかも早かったんじゃない、あっけやったし。スカ、いや確かにスカ角でしっかりあっけかよ。やったー。マジかよ、強っ。いや強かったっすね、ハイタニさん。これさあ最後マジ強えわ。最後難かったなコンボ、ダッシュラッシュ。いや、確かに。そうやね、ダッシュ後ろ RK やったけど。いや、来るか、今の。あれ決めれば全然分かんなかったんですけどね。あれ決めたら、まあ、新地。そっから置き攻め一発いって、削り切れるぐらいですよね、多分。中下どっちか通れば。いや、後半かなり動き合わせれてきたんですけどね。そうね。間に合わなかったって感じが。あ、ハイタニさん、ごめんなさい。抜けてもらってても、部屋を。あ、オッケーオッケー、すみません。序盤にちょっとやっぱりポンポンと向こうの作戦がハマっちゃってたのがダメやったな。そうですね。うん、あと下しゃがまれまくったな。そう、平八だからってことでガードすれば勝てるみたいな動きをされちゃいましたね。多分あの A 賞も多分見る結構練習とかしてたんじゃないかな。ガード率、ガード率やばかったっすもんね。奈落もしゃがんでたから人読みっていうかされてたね。うん、